あとは自分でやれることは自分でやる、自分でやる、やらせる。まずは朝起きるのは自分からやらせる、布団を畳むとか、まあそうですね、洗濯を自分で出すとかね、うん、まあ、洗濯しなくてもいいですけど、うん、はい、それぐらいのことはやるべきです、ね、なるほど。あとできれば僕が勧めてるのは野球の道具は自分のお小遣いで買いなさい。全額出してます、はい、ダメですよね。あの結局ダメになったら買ってもらえるっていう、その使い捨ての道具扱いになっちゃうんですよね。物を大事にしながら、あの大事にしろとは言わないですけど、でも自分で買ったら大事にするんです、勝手に。だから物を大事にしろって大人がすぐ言うんですけど、はい、でも分かんないじゃないですか。分かんないです、ね、うん、だけど自分で買ったものって勝手に大事にするんですよ。だそういうことだよっていうのを言わなくても教えられるのはやっぱり自分で買うと、あとお金を貯めるとかっていうことも覚えるんですよね。欲しいものに向かって目標に向かうっていうことも一つあるんですけど、